ティンバレスティンバレスの演奏ティンバレスは主にラテン音楽で使用される打楽器。ティンバレスは金属製の銅に主にプラスチック製のヘッドを貼ったスネアドラムに似た太鼓を2つ横につなげた楽器である。銅の底面にはヘッドは貼らずスナッピーを取り付けることもないためスネアドラムの音とは異なりタムに近い音が出る。ただしリムショットを多用するため カンカンといった高い金属的な音が印象に残ることが多い。演奏時に使用するスティックはドラムのスティックに近いが、先端はチップ様の形状にはなっておらず、先端まで同じ太さである。演奏時には複数のカウベルやブロック類を取り付け、シンバルを立てて演奏することが一般的。また、バスドラムやスネアドラムもセットし、ドラムセットに近い形で演奏することもあり。 この場合、俗に、ドラティンと故障される。ティンバレスは2つの太鼓が組になっているため、複数形の名称であり、ラテン音楽の専門家の間では単数型で、ティンバルと故障することも多い。銅の光景が小さく、より高音が出せるティンバリートスや、逆に光景が大きく低音が出せるサンダーティンバレスも存在する。これらは、双方を拡張するために、 通常のティンバレスと組み合わせて使用される。基本的には、スティックを使用して叩くが、指でヘッドを弾くことも多い。ただし、指で弾く、際の音は、スティックで叩く音に比べ音量が非常に小さいため、どちらかというと、聞かせる音を出すためというより、演奏者のリズムキープが目的と言える。画面は、ヘッドのみではなく、リムと膜を同時に打つリムショットが非常に多く、 また、スティックを水平に振り、銅を刻む双方も常時行われる。ありがとうございます。